ちょっと。戦の時だ。ここが賊の本拠地ね。まずはさらわれた人質を助け出さないと。必ず生きて恋人の元へ帰るんだ。誰か襲われているわ。助けるわよ。恋人か。普通の女の子っぽくて憧れます。私もイーテの当初じゃなかったわ。私は無念天神流当主の座を捨てた抜けに、ナオトラさんと同じく普通の女の子にはなれない。他人を羨むなんてバカじゃない。生まれる場所は選べないの。これでいいのね。ありがとうございます。これで故郷の恋人の元へ帰れます。今日はこれくらいにしといてやる。これは戦う宿命。もしですよ、普通の女の子になれたら何をしたいですか？スイーツを食べてのんびりエステに行って。考えたらキリがないわね。私は普通の学生生活を送りたいな。勉強したり友達と一緒に遊んだりと。よし、かかったな。さっき助けた人が攻撃されてます。私が考え込んでいたせいで。それは私も同じ。力を合わせてこの状況を打開しましょう。私とアヤネが忍びじゃなかったら、きっと普通の姉妹に生まれてた。一緒に学校に行って勉強して恋の話で盛り上がったりしたのかな。私は拠点の制圧に向かうわ。あなたも手を貸しなさい。私は人質さんの救援に向かいます。突撃。あなたに私は倒せない。倒せない。
でしょう。さすがは英雄様です。私はこれまでイーテのために一生懸命尽くしてきました。だからそろそろ普通の女の子に戻っても。不穏なことを思っちゃってごめんなさい。私は本家天神門を支える8人の忍び、恵まれた生まれだから闇を生きるしかない。普通の女の子だなんて夢見ることも許されなかった。これでいいのね。ここは片付いたみたいね。他の味方の援護に向かうわ。やっぱり私に普通の女の子は無理ね。私は闇に生きる忍びとして生きてきたんだもん。普通の女の子さん、ごめんなさい。私はイケを捨てることはできません。やっぱり私は普通の女の子には戻れない。戦うのが私の宿命だから。女の前手に手こずりやがって。まだ倒せんのか。おあいにく様、私たち普通の女の子とは違うの。これでいいのね。無限転身流天神の無双の忍術。見事だ。その力心から頼もしく思う。無限転身流烈風神風鎖。邪魔をしないで。やりました。みんなで力を合わせたおかげですね。そうね、うまくいったみたい。普通の女の子だったらこうはいかなかったわ。三人とも大切な使命があるんだから当然よ。よし。